で、はい、背骨出てる。あ、そうそう、背骨なのか、なんかね、背骨ですかね。その中ちょっとわかんない。この辺のこと。そうです、そうです。うん、まあ、こんなの見えます。手がめちゃ細いよね。そうなんです。あのご飯ちょっと食べなくて。あ、食べないんですか。そうなんです。いつから食べないの。本当で寝てることが多い。うん、そうすると排泄物もないんですかね。うんち。あ、今日なんかしてました。今日してました。それは何をしてたんですか。うんち。あ、うしっこ療法。あ、なんかちょっと水っぽかったね。水っぽい。うん、うん、ちはさ、あの白い。そうです、そうです、ね、ね。あ、白っぽいのもありました。そういうじゃあうんちっぽい下痢ですね。そうですね、そうですね。でももう5歳じゃなくて5歳だよね。そうですね。5歳くらいなんですね。じゃあ私の測るまでに先に体重測ります。体重測ったことあります。家で測ったことないです。ないですか。うん、これ台所で使う測りなんですけど、あのこれからね、体重を測ってほしいですね。観察の仕方は青く言いますからね。はい、そんなにいろんな検査できないからさ。目が開いてる、うん、びっくりして開いてない。お家ではもう全然開いてない。はい、もうなんか目、ね、目はしっかり開いてないけどね。うん、今こそう、もうずっとこんな感じで、こんな感じ。あの胃検査だから動いてないと食べないんですが、でも今、あ、でも人工風洞と、あ、ハニーワンミルワーム。ハニーワンミルワームはカルシウムパウダーかけてますよ。あ、かけてます、ね、かけてます、はい、もう昔からかけてるんです、ね、あ、そうですね。 OK。 それと人工風土もあげてる。人工風土は食べてくれないんですか。あ、全然動いてないとなんか食べない。なるほどね。で、まあ、人工風土はさ、うん、あ、どうぞ座ってください。あ、はい、粉にしてさ、はい、粉にして振りかけるといいかもしれない。あのカルシウムパウダーと同じ。なるほど。うん、そうすると、まあ、今そっちも食べないわけだから、うん、なかなかちょっと厳しいんですけどもね。うん、そうか、ちょっと口の中見えるかな。とにかく尻尾が細すぎるよね。あ、見えた。口の中の色見てみましょうか。はい、見えます。真っ白ですよ。これ舌の色 見えないかな。あ、はいはいはい、これね、はい、もうちょっと赤みがかったピンク色じゃないかな。で、色がさ、薄いから白っぽいっていうことは貧血なんです。まあ、食べてないから貧血になってるんだと思うんですけどね。そうですか。私も病院に通ってるから。じゃあね、ちょっとね、レントゲンをこの場で撮って、はい、現像しますんで、はい、で、現像できるまでちょっと時間いただいていいですか。あ、はい。で、ちょっと貧血してるからってことはどういうことかって、酸素が足りないわけなんですよ。はい、レントゲン撮り終わったらもうすぐどっかの部屋作って酸素をちょっと流した部屋で現像できるまで待ってもらいますんでね。分かりました。はい、じゃあ、すいません。はい、じゃあちょっと待ち合いでね、お待ちください。写真撮ってみますんでね。はい。あとご飯はさ、そう、これにプラスカルシウムパウダー、それから人工フードを食べない子の場合はもう粉にしちゃってくれかけるのがいいですね。あ、はい、で、いっぱい買ってるのね。太顎もそう。太顎も人工フード食べてるもん。あ、太顎はあのどっちも食べる。あっちばっかりです。
人工フードばっかり。そうですね。あ、あと野菜とか。うん、太顎もこっちの昆虫類をあげてもいいんですか。それから昆虫はね、リンがめっちゃ高いんですよ。でカルシウムがめっちゃ少ないんですよ。あ、はいはい。だからそれだけ昆虫だけ食べてると低高リン結晶、低カルシウム結晶になっちゃうんですね。フェレットもか。フェレットはフェレットフード食べるんですよ。そうです。大変なのよ。29歳の子、9歳やったらいいか。一緒に世話してくれるのかな、9歳の子。いや、あの、全然興味ないです。全然興味ない。はい、わかりました。じゃあちょっと写真撮ってきますね。